昭和41年3月26日午後3時50分、春霞に包まれた羽田空港に世界自動車レーサー界の王者ジム・クラークを乗せた便が舞い降りてくる。ジム・クラークは1936年スコットランドの農家に生まれ、今年まだ30歳の若さで独身。史上最年少者として1963年65年の2度にわたりワールドチャンピオンの座を占め、現在年収は数千万円に上ると言われている。直ちに空港内での記者会見に臨み、出迎えた富士スピードウェイ森下常務らの歓迎を受ける。ひげを蓄えた紳士ドン・ニコルス氏はジムの親友で、久しぶりの対面に顔をほころばせる。ジムは今度訪れる予定の富士スピードウェイについても慎重な質問を飛ばし、彼のこのコースに寄せる関心のほどを忍ばせた。明けて3月27日、宿舎を後に一路大月経由で富士山麓へと向かう。田園に育まれ、今でも勤めてスコットランドの実家でくつろいだひとときを過ごすのが最大の楽しみだというジムにとって、山々の緑は何よりの贈り物だったことだろう。山中湖畔で小休止、ジムは短い時間を割いて辺りを歩く。静かな雰囲気を好む彼の人となりがうかがわれる。午後2時過ぎ、富士スピードウェイに到着。事務所で待ち設ける鈴木社長と固い握手。スピードウェイの良い立地条件などを中心に話が弾む。富士を背景に果てしなく広がる富士の裾野。この雄大な自然環境を巧みに生かして作り上げられたのが富士スピードウェイである。およそ140万坪467万平方メートルに及ぶ敷地の中にコースは展開され、随所にイギリスの天才レーサースターリング・モスのアイデアが盛り込まれて、世界最高の水準と規模を誇っている。ちょうどこの日開かれていた第4回クラブマンレース富士大会、その最終レーススポーツカー部門がスタートした。
動車を愛好する人々が相集いクラブを組織し、そのクラブ同士で戦うのがクラブマンレースである。本日のクラブマンレースはグランプリ前の前哨戦であり、日本を代表するベストメンバーが白熱の競り合いを繰り広げた。結果は細谷選手のゼッケン16番トヨタ RTX が1着、記録は45周270キロを1時間46分11秒05。引き続いて表彰式がスタンド前で執り行われる頃、ジム・クラークが観衆の前にその勇姿を表した。拍手を持って迎えてください。1965年のワールドチャンピオンです。フォーミュラー1のチャンピオン、そしてインディアナポリス500マイルのチャンピオン、ジム・クラーク選手、ただいま細谷選手と握手を交わしております。模範走行に先立ってジムはコースを下にして回る。富士スピードウェイは全長6000メートル、1600メートルの長い直線距離、30メートルのコース幅、30度の斜度を持つバンクなど、我が国最初の本格的高速型レースコースの名に恥じない優れた特色を備えている。ロータスフォーミュラー2、時価およそ800万円のこの高性能スポーツカーもロータスチームの筆頭ドライバーである彼にとっては使い込んだ道具という感じであろう。いよいよスタート。気象条件は午前9時の計測で気温6度、湿度 49%、 風力 0.6、 風向東と